分散式冷房装置初期大衆冷房車の廃車発生品を再利用した例。同室内側中央に吹き出し口、側面に吸い込み口と、知らせ等を備える。分散式を採用した冷房車。屋根上に6個の冷房装置を、搭載分散式を採用した冷房車の車内。天井に個別に冷風吹き出口がある分散式冷房装置は、 鉄道車両の冷房装置の設置方式の一つ。小型の冷房装置を各車両に分散して多数乗せる方式である。屋根上に4個から8個のクーラーユニットを搭載している。外観上の特徴は集約分散式と同様で、あるが、車内には冷風ダクトがなく、冷房装置ごとに冷風吹き出口が設けられている。ダクトが不要なことのほか。 機器を分散することにより騒音源が分散するという長所がある短所としては屋根上に多数の冷房機器を分散して設置する性質上車体偽装作業量が多くなり作業費が多くかかること保守点検が煩雑となることのほか屋根上にパンタグラフを搭載する車両への設置が困難となる点も挙げられる日本国有鉄道の特急系電車や 急行系電車のパンタグラフ搭載車両では分散式冷房装置と床置き式冷房装置を併用したりパンタグラフ搭載車両に限って集中式冷房装置としたものもある。なお電源は電車は車両に装備されている補助電源装置から給電され、機動車、客車は専用、兼用のディーゼル発電機から給電される。国鉄では 試作の au11 型を経て、151系電車や80系機動車等の特急系車両用として、キノコ型の規制を有する au12 型が採用され、急行圏車両では、客車、電車、機動車ともに、まず二等車が新生児から搭載されるようになり、従来の車両にも改造により搭載されていった。 これら一機の冷凍能力は4000キロカロリー H から5000キロカロリー H であったが、夏の繁忙期に冷房能力が不足することもあったため、能力5500キロカロリー H の AU13 型を開発することとなり、大阪万博輸送用に1969年から製造された12軽客車を皮切りに、特急軽車両をはじめ45、457系や165、 軽などの急行系電車、機動車で AU13 型を5機から7機搭載した車両が申請され、非冷房車にも統計式による搭載改造が施行された。このほか国鉄末期から JR 初期にかけて広島地区に配置されていた近郊系車両110号系区派1 1 5型を冷房改造する際にも改造経費の節約を目的に、 廃車発生品の au13 型が使用されている。au13 型は分散系ゆえに、国鉄の冷房装置としては、最も多く製造され、また、その搭載車両数も最多であった。寝台車では、車両限界いっぱいまで、車体高さを確保するため、冷房装置は、端部の屋根を低くして、そこに設置するか、床下に設置する車両が多いが、 1 0二等寝台客車では、特別に薄い AU14 型を系、5 8 1百5 8 3系寝台電車では、中央通路を前提として設計されたため、分散式の AU15 型が採用された。大手私鉄でも、1959年に、名古屋鉄道が導入した日本では、第二次世界大戦後初の大衆冷房車となった5 5 0 0系をはじめ、 7000系の初期型に、東武鉄道や近畿日本鉄道などでは、有料特急車に、国鉄 AU12 系同等品が採用されている。通勤系車両では、1968年に、京王帝都電鉄が、初代5000系、3000系で、各種方式の試行比較の後、同社では6000系以降集約分散式や、集中式が主流となった。 1980年代以降は国鉄、私鉄ともに新造車は集約分散、集中式の搭載に切り替わり、改造車でも集約分散式の搭載が主流となった。採用車種も老朽化に伴い廃車が進められ、2020年現在、JR グループでは12景客車や457、軽の一部、私鉄では、阪神電気鉄道、京阪電気鉄道、 南海電気鉄道の一般用車両の一部に残るのみとなっている。JTB、京阪電車〇〇一冊、2015年93ページ。地下鉄事業者と JR グループの新造車では分散式の採用例がない。ありがとうございます。